ロバート・イーリーはアメリカ海軍のジョージ・ワシントン救援主力潜水艦。艦名は南部連合の司令官であったロバート・イーリーにちなんで命名された。ロバート・イーリーは1958年8月25日にバージニア州ニューポートニューズのニューポートニューズ造船所で寄港した。1959年12月18日にハンソン・イーエリーに西部人によって命名。 浸水し、1960年9月16日に、ブルー半艦長ルーベン・エフッタル中佐、ゴールド半艦長ジョセフ・ウィリアムズ・ジュニア中佐の指揮下収益する。リキシーで建造をされた、最初の原子力艦として、ロバート・イーリーは、バージニア州、ニューポート・ニューズでの作戦活動を行う。1960年12月2日に、奈良・ガンセットワン試験会域での魚雷発射試験に、 向かう。12月6日に5発の魚雷発射に成功し、ケープケネリに向かったロバート・イーリーは12月12日に到着した。試験用のポラリースミサイルを搭載し、10日後に初のミサイル発射を行う。1961年1月に、ロバート・イーリーは追加のミサイル発射試験を行い、15日に出港、バミューダ試験海域に向かう。同海域に到着後、 25日にトースクと合流したロバート・イーリーは対潜水艦船訓練に参加した。1月30日にノーホークに帰還し、2月3日にニューポートニューズ造船所の監督に入居、1ヶ月間の補修作業が行われた。3月17日にニューポートニューズを出港し、25日にバージニア州ヨークタウンで魚雷を搭載、ケープケネリに向かい4月9日に到着した。 ロバート・イーリーは、ケープ・ケネディの沖合での特別任務を5月から6月にかけて行い、6月後半に、スコットランドのホーリー・ロッホに向かう。同地で7月10日に、第14潜水戦隊に合流。8月の第1週は、魚雷発射訓練を行い、8月9日にホーリー・ロッホを出航、最初の戦略抑止紹介に向かった。続く2年にわたって、ロバート・イーーは、 活動を続け、10回の抑止紹介を行った。1963年9月10日にウキドックのロスアラモスに入居し、10月4日に紹介任務を再開した。ホーリー・ロッホを拠点としての活動は1964年まで続き、11月27日に16回目の紹介に向かう。紹介は1965年1月28日に、 メアアイランド海軍造船所で完了した。2月22日、ロバート・イーリーは最初のオーバーホールのため、サンフランシスコ湾海軍造船所に入居した。オーバーホールの作業内容には原子炉の燃料補給も含まれ、艦の多くの装備は安全性と信頼性が向上した。ナビゲーションシステムの近代化及び兵装の改善は艦に ポラリス A3 ミサイルの発射能力を与えることとなった。オーバーホール作業は1年半にも及び、ロバート・イーリーは1966年7月12日に海上公務に入る。音響システム公務及び、並走システム公務は7月後半に行われ、8月5日にサンディエゴに入港5日間停泊した。8月10日に東海岸に向けて出港し、 8月20日にパナマ運河を通過9月4日にサウスカロライナ州チャールストンに到着した9月の残り及び10月の第1週までロバート・イーリーはフロリダ州ケープカナベラル沖で成長作業を続け10月10日に海軍長官がオブザーバーとして上官してポラリスミサイルの発射試験を行った チャールストーンに帰還するとクーパー側サイトで配備に向けての準備に入る。12月4日にチャールストーンを出港し17回目の紹介に向かう。紹介は1967年1月30日にホーリー・ロッホで完了した。10月4日までにロバート・イーリーはさらに3度の紹介を完了した。ロス・アラモスに入居して、消臭理及び船体検査を行った後、 11月1日に紹介を再開し、21回目の紹介を終えると11月22日に、さらに2週間の修理を開始した。12月26日にホーリー・ロッホを出港し、再び紹介に向かう。ロバート・ E ・リーは1969年から1970年にかけて第14潜水セ隊に所属した。ホーリー・ロッホを拠点として活動し、 1971年1月1日に33回目の紹介を完了した。ロバート・イーリーは1971年1月27日にピュージェットサウンド海軍造船所で2度目のオーバーホールに入る。12月11日までカンドックでの作業が行われ、その後ピュージェットサウンドで経流される。1972年7月まで オーバーホール後の大焼け身及び訓練を西海岸で行う。8月半ばにパナマ運河を通過、9月14日にチャールストンに到着した。その後は1973年7月まで東海岸で通常任務を続ける。8月初めにパナマ運河を通過し、8月17日にサンディエゴに到着、続いて真珠湾に向かい9月5日に到着した。 ハワイで1ヶ月を過ごした後グアムのアプラ港に向かい、1977年まで、同海域での作戦活動に従事、太平洋で何回かの紹介を行った。1977年はじめに、ロバート・イーリーは、3回目にして、最後のオーバーホールのためメアアイランド、海軍造船所に入る。オーバーホールでは、原子炉の燃料補給、装備及び、兵装の近代化が行われた。 海上公務は1978年8月に行われ、12月に任務に復帰した。ロバート・イーリーは1983年12月1日に退役し、1986年4月30日に除籍された。ワシントン州ブレマートンで保管された後、原子力艦再利用プログラムに従って解体が行われ、作業は1991年9月30日に、 完了した。ありがとうございます。